シロはアストリアス王。アルフォンソ一世の娘、アドシンガを妻としていたため、王位についた。彼の知性に首都がカンガスでオニスからプラビアへ移った。シロはアトウマイヤ朝、アミール・アブド・アルラフマン一世及びカール大帝と同時代の人物である。王位継承法は、西元王国時代は選挙制であったが、それでも、 王家のものに限定されていた。そして、親から子への継承が不可能な場合は、王の娘の夫である他の王族男性が継承した。西郷との選挙制については、上記の王家の血統内における母系による継承法など多くの議論と説がある。白が継承したこのパターンは理論で説明がなされ正当化されている。アルベルデン製の年代記によれば、 白はムスリムと平穏に共存した。なぜならば白の母親はイスラム教徒であったとされ、彼女は人質としてコれドバに送られていた。しかしこれらについては非常に曖昧であり、納得させられる説明がない。アステリアス王国に関してイスラム教徒は不干渉であった。白の知性は778年にカール大帝がスペインに介入した時と一致する。 カール大帝は、サラゴサの包囲を崩すことができず、敗北に苦しみ、ロンセスバージェスにおける大敗につながった。そして781年に、アブドアンラフマーニ一世は、エブロ川田に遠征し、フランク族の信仰を主導した人々へ復讐した。しかし、フルエーラ一世の時代に続いて、ガリシアで第二の反乱が引き起こされた。反乱軍は軍を集結させ、 クベエロ山のふもとで、白軍を迎え撃った。反乱軍は敗北し、鎮圧された。シロの治世で知られるのは、イベリア半島で最も古い中世の文書、シロの特許状である。775年8月23日、王は、ローマ時代のルーカス・クガスティにあった、集落、タブヤレイタにおいて様々な宗教的な資産に対する、寄進を行った。 不予契約書は外交文書として研究されている。大いについた白は、地元貴族階級の一部と共に首都をカンガスでオニスからプラビアへ移転させ、貴族たちの土地を手に入れた。プラビアへの宮廷移転には戦略上の理由があった。プラビアは、ローマ時代からある定住地であり、ナロン川谷の中間にあった。さらに、アストリカ・アウグスタのそばにある、 ローマ街道の要所であった。最後に、ガリシア王国が拡張することで、カンガスデオニスはあまりにも偏僻な土地となってしまったためである。子供のないシロと王妃、アドシンダは、フルエーラ一世の子でアドシンダの王妃であるアルフォンソを、支持し、まだ非常に若いうちから、パラティウム知事に任命していた。783年、シロはプラビアにて没した。王妃、 アドシンダは白が亡くなる前にアルフォンソを後継指名していたが反乱が起きてアルフォンソ一世紀の諸子でイスラム教徒の奴隷の子孫であるマウレガートが王位についた。アストリアス王が混流したプラビアのサンフラン教会に白の遺体は埋葬された。教会内には今も白とアドシンダの墓が残されている。ありがとうございます。